どうも、水溜りボンドのカンタです。よろしくお願いします。ということで、僕が、ずっとやりたかったゲーム、ストランデッドディープというゲーム実況をしていこうと思います。簡単に言うと、無人島生活のゲームです。はい、このゲーム難易度めちゃめちゃ高かったりとか、まあ、僕いろいろなゲーム実況者さんのプレイとかも見たんですけども、全10回とかね、何回、結構長いシリーズになる可能性があるなと思ってて、初めに一つだけ、再生数とかが別に低かろうと、全然続けていくとは思うんですけども、難易度が高すぎた場合は、ちょっと検討しようかなと思っております。ただ、みんながやっぱ楽しみにしてくれる限りは、続けられたらいいなぁなんて思ってるんで、ぜひ、コメントと高評価の方よろしくお願いします。早速やっていこうと思います。このゲームね、本当にね、おもろい、多分。え、なにこれ？まずは、これ無人島生活のゲームのはずなんだけど、飛行機？飛行機の、なに動けんの？あ、なんだなんだ、なんか動いてない。なに、アップルウォッチ？アップルウォッチじゃない。え？なに？なんか開いてるよ。ドライヤーの中みたいになってるよ。え？なに？飛行機墜落すんの？え、やばい。俺まだ死にたくない。YouTube、動画撮らないと。ちょっと待って。水の中に落ちた。あ、やべ。浮いている救命ラフトに乗ろう。あ、やばい。いや、なんかメガネとか取んなくて大丈夫？金眼じゃない。大丈夫？え、深すぎない？めっちゃ怖いんだけど。とりあえず。うーわ！大丈夫ですか？フリーニアが、ちょっとめちゃめちゃ燃えてるやん。え、これに乗ればいいのかな？ラフト、え、なに？怖いって。あ、上に乗ってるね。座る。襲った。え、首ないけど大丈夫。延命ラフトを漕ぎたいときは、パドルを、近くで掴む。このパドルを、拾った。あの島にとりあえず行こう。もう上陸するぞ。オッケー。ここから飛ぶと。オッケー。で、ここでラインに一回捨てて、これを、これで引っ張れると。オッケー。とりあえずなんかこの救命ボート、おお、なんかすごい筋肉すごい。こうやって持ってきた。うわ、無人島だぜ。ああ、安心無人島だね。石を2個と木を2個拾おう。お、石これかな？あ、近くで拾えるんだ。ああ、なんか沈没船みたいなのもあるし、なんか気象一層銀着いるけど大丈夫これ。なんかちょっと危ない気するから避けとこう。無人島生活はね、やっぱ俺にとって、まあ、かけがえのないものですから。まあ、そういう意味でも、まあ、アンテナはしっかり張ってるからね。うん。え、これは何？これも石？え、これ何？カニ？カニ、ほら。やばい。なんか強いぞ。強ガニ？ L1 でイベントリを開こう。これか。R1 でクラフトメニューを開こう。開いた。石器を選んで、クラフト。できた。うん、クラフトメニューで、石ナイフを選ぼう。これか。こう押して、縄と木と、あ、縄が必要ってこと？こうやって、この島で生活をして、脱出を図るゲームらしいんだよね。めちゃめちゃグラフィック綺麗。この縄の作り方をちょっと調べると、葉っぱ4枚だ。葉っぱ4枚を集めればいいんだね。葉っぱってどこにあんのさ。この辺切ったら葉っぱいけんのか。これはなんだ？アロエ、アロエ。なんか中入って大丈夫かな？虫とかに刺されないかな？大丈夫？何これ？ヤシの木。ヤシの実なってんじゃん。あ、登れるって。あ、登ろう。おお。え、これは？あ、拾える。ヤシのココナッツ。そんなことより葉っぱが欲しいんだよ俺は。葉っぱ。あ、これで走れるわ。あ、これ切ったら多分葉っぱ。
葉っぱいただきます。あ、この辺、これだ。俺見たことあるんだよ。ユッカはこれ葉っぱになるんだよ結構。よし、行った。でね、資源がね、結構枯渇することがあるらしいから、結構丁寧にこう集めていかないといけなくて、で、体力があるんですよ、確か。どこで見れるのかな、これ。これが体力ゲージなんだって。一番上が体力で、次がお腹、これ肉のマークだよね、お腹減りで、下が水分で、一番下がこれね、日焼けかな。普通に日焼けで倒れるとかあるらしいから、あんまね、日があるうちにね、活動しないと、し方がいいみたいなのもあるらしい。これで、お、弓、ハンティングスキル、クッキングスキルとか、なんかいろいろあるらしいね。やばい、日射病なってんじゃん。どうする？ちょっと待って。やばいやばい。もう日射病？え、カニを取ろうとか言われてるけど、俺日射病なんだけど、ちょっと、一人の日射病やばい。早っ。え、ちょっと待って、わかった。ココナッツを飲もう。これ殴って、割れたやつを拾って、これ飲もう。で、あ、飲んだ。これでどうよ？あ、健康だった！やっぱ結局ココナッツなんよ、結局。ココナッツのゴミをこれ捨てなきゃいけないから、これ紛らわしいんで、ここにポイ捨てしとこう。で、次にやることは、あれ？カニを噛んなきゃいけないから、カニいたよね、どっか。さあ、カニ出てこい。え？お、いた。オッケー、一撃。皮を剥ぐ。うわ、肉？なんだ？お前。お前強いな。オッケー。これ、カニ3匹は結構でかいよ。キャンプファイヤーを設置しよう。火だ。火が必要ながら、ちょっと時間を見よう。16時じゃん。やば。キャンプファイヤーってどれ？これか。これ作れんじゃない？お、作れた。オッケー。ここを拠点にしよう。オッケー。木でキャンプファイヤーが作れて、火起こし棒、これだな。うわ、足りねえ。木の棒が足りねえ。今度は。やばい、火が陰ってる。で、俺がやんなきゃいけないのは、木をよこせ。これ木って木出てくる？ほんとに。オッケー。うわ、めっちゃ木の棒。ハーベストスキルの意味は全然わかんない。ジョジョにハーベストっていうキャラが出てきたのは知ってるけど、それ以外は全然知らない。ハーベスト、シゲチのハーベスト以外俺知らない。火起こしをしよう。これどうしたらいいんだ？火起こしする気あるか？あ、これを持ったらいいのか。で、火つける。あ、これで火。はい。これで火種が、おし、ついた！オッケー。キャンプファイヤーで肉を焼こう。肉焼くか。肉焼きたいから。あ、これね。肉焼く。オッケー。なんか消しちゃったー。間違えて消しちゃったー。どうする？いや、日が暮れる。日が暮れる前に。もう一回つく？はい。何今の致命的なミス、やばいよ、もうあんな。現実だったら。オッケー。肉はさ、もう置けないの。あ、一個しかダメっぽいわ。ヤシの葉を4枚集めよう。ヤシの葉、これか。いや、でも背が低いヤシの葉があるから。これ切れんのかな？これね、ナイフとかも壊れんのよ。大丈夫かな？ちょっと日が暮れてきた。まずい。これ倒れるかな？いった。うわ、なんかすげえな。お、ココナッツも電入った。ココナッツ拾って、ココナッツが支えてたんだね。お、ヤシの束拾えた。幹とかは拾えない、拾う余裕ない。やばい、夜になってる。やばい。マジでどんな虫とかはさ、敵がいるか分かんないから、ちょっと待って。一回ヤシの葉をこうして、いや、燃えたりしないよね、大丈夫だよね。これでちっちゃくできないかな。お、いた。ハーベストスキル。ヤシの葉っぱ。1、2、3、4、5。なんか燃え、なんだ？イベントリに空きがない。オッケー。この辺に石いっぱい捨てとこう。石はね、多すぎた。
拠点だから。で、完全に夜なんで、テントを作ろう。いや、テント全然作れねえ！やっべ。あ、縄を作ってクラフトスキルが上がったのはありがたい。これ、クラフトスキルが上がっていくと、いろんな、本当にでっけえ家とか、最終的に作れるようになるっぽい。で、キャンプファイヤーじゃなくてテント。何が必要なん？テント。うわ、木の棒足んね。やっべ。に、腹減りは？まだ全然大丈夫。焼けた小さい肉があるから、これは回収した方がいいけど、イベントに焼けがない。まずい！ちょっと焦ってきた。ココナッツ一回置こう。で、肉食おう、肉。初めての、やべ、火消しちゃった！あー！なんでジャンプする？ちょっとそこの判定シビアすぎるだろ。いや、もう一回肉置くな。これ食う。一番うまい。肉が一番うまい。無人島の。オッケー。腹は満たされた。ただ火が消えた。で、こういうアイテムも全部ね、消耗品なんですよ、このゲーム。頼むぞ。はい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 。いける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 。全然火つかねえ。オッケー。うわ、ナイフなくなってね。包丁作んないといけないから。え、包丁作ったらまずいから、一回これ作っとくか。これで、木一個だけ。オッケー。しっかり資材を手に入れていこう。で、ここに、ちょっと今何時？あ、まだ8時ぐらいか。うん。いや、音楽もいいな、このゲーム。割と調べてきてよかったわ。調べてなかったら絶対できない、こんなゲーム。オッケー、テント作った！セーブができるようになるんだよ、これで。一回セーブするわ。オッケー、セーブした。水分が減ってきてるから、これ飲もう。やべ、落とすな。ちょっとごめん、操作慣れてないわ、まだ。なんでココナッツジュースを殴ったら本当に穴開いちゃうから気をつけて。これで飲むと。やっぱ海を見ながら飲みたいな。うわ、うめ。オッケー。1メモリ回復してるっぽい。で、こういうココナッツはもう捨てる。じゃあな。今までありがとう。俺は生き抜くよ、ここで。やばいね、これ。すごくない？この景色。鳥もいるよ。めっちゃ綺麗じゃね？ほら。やばい。え、水落ちた、水落ちた。サムネ撮ろうとしたら水落ちた。やべ。無人島だったらありえないことが起きた。で、とりあえず1日目に必ずやんなきゃいけないことっていうのは多分、さっきのようなことなんだけど、今時間あるから、ヤシの葉はね、多分ね、手に入れた方がいいんだよな。島の反対側はまだ見れてないんだけど。いやいや、若木なんだよな。でも若木は、リスポーンするらしいんだよね。もう一回出てくんだってさ。石とか拾っとこう、一応。あ、俺今捨てた？もしかして。うわ、俺捨ててるわ、なんかさっきから。おかしいと思ったんだよ。俺捨ててるわ。武器。だる？俺。俺手元からさ、いつもさ、大切なものがこぼれ落ちていってたんだよ。なんかすごい深刻な話してるみたいになってるけどさ。理由はそれだったわ。自分から手放してたわ。何あれ？なんかさ、すげえさ、棒みたいな。何？何何？何？何？え、なんか踏んだ？え、器？え、何？何？ちょっと待って。今なんか緊急事態発生した？え、何？中毒？マジで言ってる、やっば！俺だからあのなんか見た目のやつ危ないと思ったんだよ、なんか。案の定じゃんな。やばい見た目のやつは本当にやばいんだよ。だから言ったじゃん、危ないって。俺何しようとしてたんだっけ？うわ、ココナッツの水筒を作れるやん。いや、石ナイフ。やばい。一回あっち戻ろう。で、ここら辺で石はいっぱい積めるから。ユッカの葉とか。で、ロープもあるから、一回これ作ろう。オッケー。石ナイフ持った。で、なんだ？鳥か？大丈夫か？
石ない落ちてるやん、ここに。今作った瞬間に。で、時計見よう。喉が渇いてきたな。あ、もう3時ぐらいだからそろそろ寝ないと。ねえ、お化け出るわ。うん、お化け出るから、やっぱ無人島はね、人はいないとはいえ、お化けは出るから、やっぱ。ココナッツジュース飲んで今日終わろう。え、大丈夫かな中毒は。うわぁ、ココナッツみてぇな月だなココナッツみてぇな月だなで、ココナッツはもう絶対に捨てるんよね。海に。よし、今日はこれぐらいでいいだろう。他なんか作れるもんないかな。え、これ必要じゃね？キャンプファイヤーと石。まずい。石はある。これで多分ね、焼き、火台っていうのかな？で、多分ね、キャンプファイヤーの持続が伸びるんよ。だから、このナイフで、ちょっとナイフに時間取られたな。この木を切ろう。クッキングスキルがここで上がる？あ、肉が焼けたよってこと？かな。木の棒はめちゃめちゃ拾う。あ、クラフトできた。なんか、お、なんか一瞬ここだみたいになる瞬間あるんだけど。何かが邪魔だってさ。これだよ、絶対。ここで、クラフトしよう。オッケー！で、肉は食おう。しっかり食おう。海を見て食おう。海と月を見て食おう。今日も一日お疲れ様。さあ、寝るぞ。セーブして、寝る。おやすみ。おやすみ。昼間は寝られない？え？今何時？朝4時よ。朝4時30分に昼間は寝られないだと。じゃあココナッツ食べ行くか。ココナッツのこれも作ろう。え、ごめん、ココナッツの水筒のためにちょっとココナッツのカス必要だったわ。やっぱりよかった、落ちてたここに。しかもなんかもう一個落ちてる。布が落ちてた、ラッキー。やっぱココナッツは捨ててみるもんだよ捨ててみるもんだったな。あ、え？殻じゃダメなんだ。ココナッツが必要なんだ。じゃあいらねえじゃん、ココナッツのさ、飲み干したやつ。ココナッツどこだよ。ココナッツよこせ、ココナッツ。あー、これだ。絶対これだ。よし、潜るぞ。よこせ。オッケー。で、今のココナッツで、転生できるはずなんだよ。これ。オッケー、ココナッツの水筒できた。ココナッツの水筒、危ねえ。ほんと、毒みたいなことにはなりたくないから。お、拠点らしくなってきたぞ。え、また踏んだ？おい。どこ？何？お前か？違うでしょ、絶対。どっかに、どっかにさ、だが、なんだ誰だ？お前か？ほんと、良くないぞ。俺、体力とかさ、こっちいろいろやってんだよ。よし、ココナッツの水筒いいから。オッケー。ちょっと待って、あいつ俺許さねえわ。カニがね、ちょっと舐めてた、俺のこと。おれ。おれ。よし。逆らうなよ。カニがね、舐めてたから、しばく。オッケー、皮剥いで。オッケー。で、なんか言ってたよ。大丈夫？なんか体力とかやってない？水分だけか。うわ、朝すっごっ。朝えぐ。え、火消えてない？キャンプファイヤーがもうなくなってしまった。一晩にして。やばい。キャンプファイヤー作んないと。同じとこ作れないの。え、マジで言ってる？え、待って、焚き火台って石にしかならないの？え、なに？ミスター。じゃん。これ作るわ。オッケー。ちょっとサムネ撮んなきゃいけないから。YouTuber の無人島ちょっとダリーな。サムネのために火つけなきゃいけないから。ほい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 。そんな余裕ないからね。
OK。 これでサムネになるだろう。ほら、あ、やべ、落ちた落ちた。これはね、いい、いいよ。ストランデッドディープ感あるよ。 OK、 無人島生活で、俺がやんなきゃいけないのは肉焼くか、あるよ、ね、肉。 OK、 肉焼いとこう。でそれとともに蒸留機っていうのがね、作れるようになって、これを作るとめっちゃいいんすよ。石3、布1ある、縄、葉っぱある、ココナッツあれもあるから縄作ろう。縄だ、また縄だ。縄だけマジで大変なんだな。また、雨降ってない。終わった。雨降ってきたんだけど。雨はやめてよ。ゲームの世界でもこんな運悪い。雨は違うって言っといて、ちょっと誰か。いや、雷マジで言ってる。え、ちなみに俺状態異常どうなってる。収録じゃねえか、全然まだ。なんかしかも雷の音やばくね。今何個あんだっけ。あと2個葉っぱないと。これとか違うの。マジでやばいんだけど。これ何。あとずっと思ってたけど、てか葉っぱもあるだろ、めちゃめちゃいっぱい。いや、ユッカの実とかいらんしな。ちょっと飲み物飲もう。これね、3つ以上同時に飲むとお腹壊すから、そういうのはね、分かってる。よし、水分 OK、 OK。 で、肉焼いとくか。あ、やべ、なんか食っちゃった。肉食っちゃった。やべやっべ、操作ミスで肉食っちゃった。やべ、どうなる。中毒じゃないか、また。え、大丈夫かな。やべ、なんか腕ボツボツになっちゃった。これって何が起きるんだっけ。寝るか。寝れるもん。今何時。10時。寝れる。ほい、昼間なんだ。まだ本当に10時なんだ。意外と時間経たねえな。あ、拾えた。あ、天気良くなった。ちょっと待って、こいつが危なすぎるから、幹を置いとこう。そしたら大丈夫でしょ。もう幹あるところにね、あいつありみたいになるでしょ。 OK、 ココナッツも手に入れた。やべ、落とした。ココナッツも手に入れた。あ、これ言うか、違うか。あ、天気良くなったのはマジで助かる。やべやべ、ちょっとね、脱水気味になっちゃってんすよ。生肉食ったのはマジでポンコツすぎだな。多分こんぐらい時間空けたら多分ね、腹下すことはないと思うんで。 OK、 うん、悪くない悪くないけど腕がやべえ。どうした。ちょっと木の棒取り行くか。木の棒、あー、木があった、木があった。これだ。これをぶん殴って OK、 OK。 なんかすごいいい感じに。これでちょっとさ、魚つけんのかな。体力大丈夫。 OK、 ちょっと海行ってみようか。ほい、よし。あ、イワシ。いた。よし、イワシ倒した。うわ、なんか危ねえ。おー、面白い。ちょ
ちょっと次回ここ行こうか。船が、ちょっとでも気になるからもう行くわ。なんかないかな。なんかあるよ。操作盤。うん、双眼鏡があったわ。それぐらいか。うわ、面白い。あんまりね、こっち側行くとね、ほんとサメとかいるからね。これね、危ない魚なんじゃなかったかな。うわ、深っ。苦しいわ。よし、あんまりそっちが行き過ぎない方がいいね。え、待って、今何？サメっぽくね？今サメっぽくね？え、サメじゃね？あれ、サメじゃね？え、終わった？逃げた、危ねえ。なんかいなかった。マジで言ってる？ちょっと待って、サメ？え、そんなサメここまで来る？マジで言ってる？え？うわ、体力減ったんだけど。やっぱ。自転車だから、無人島怖っ。もう今日、今、1時間ぐらいやってるんですけども、まあこれぐらいにしといて、ちょっとサメとの遭遇はちょっと予想外だったけど、縄でちょっとこれを作りたかったのよ俺。これをここの横に作ったら無敵マジで。あの水溜め用の水筒がここにあるんだよね。だから基本的に水は勝手にね、ここにヤシの葉を置いとくと水筒に入れれるんで、いくつか分飲めるようになりました。ちょっとはね、生活が便利になったんですけど、ちょっとピンチなんだよね。ということで、今回のストレンデッドディープ初回セーブしていきましょう。ということで、ちょっと初めてね、ストレンデッドディープのゲーム実況してみたんですけども、まあ、水溜りボンドといえば無人島生活、カンタの大冒険といえばやっぱ大冒険ということで、初めてのね、無人島生活、ガチバージョンをね、ゲーム内でちょっとやってみました。皆さんどうだったでしょうか？結構このゲーム面白いでしょ？で、この後に本当に脱出するために、いろんな島に行って、いろんな敵を倒したりして、アイテムを集めてって、最終的に脱出するものを作るらしいんですよね。なんで、イカダ作りとか、まだまだやらなきゃいけないことがいっぱいあるんで、ぜひ楽しんでくださったよって方がいっぱいいたら、次回作が、多分ね、載せると思うんだけど、ペース上がると思うんで、ぜひ、コメントと高評価で教えてください。それでは。